はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、やましです。今日は中学校1年生国語の「星の花が降る頃に」の、内容、あらすじ、どういったところを注意して読めばいいのか、気持ちの心情のね、移り変わりやね、場面の移り変わりを整理していきましょう。そして最後にね、問題をやりますので、テストに出やすそうなところだけとりあえずピックアップしてね、やっていきますので、ぜひ参考に使ってみてください。それではやっていきましょう。星の花が降る頃に、作者は安藤美恵さん。さまざまなね、この、児童文学賞みたいなね、ものを書いてらっしゃる方ですね。はい。で、このポイントに関しては、場面の変化、心情の変化、登場人物のものの見方、考え方がですね、その段落ごととか、ね、場面ごとでいろいろ変化してきますので、そこをしっかり抑えられるかどうかが今回、ね、この「星の花が降る頃に」を読み解く上で大事なポイントになってきます。なのでここを注意しながら読めるかどうかですね。はい。じゃあまずですね、内容をしっかり把握していただく ところで語句をね、確認していきましょう。講じる、ね、今回の講じるという意味、P97 の5行目、激しくなるとか悪化するっていう意味でね、使われてます。はい、次誤解、98の3行目、意味真意を間違って認識する、ここはねよく使う言葉の意味なのでわかるかなとは思いますが、次、意地を張る、ね、98ページの3行目、頑固に自分の考えや行動を押し通そうとする、我を通す、ね、自分の意見を通していくっていうところで、わがままみたいなところにはなるんですけど、ただ意地を張っているっていうのは、一回こう決めたことをずっとやり通すっていうね、意味合いで使ってきますので、次、なだめる、漢字で書くとこんな感じの、字になります。はい、和らげて穏やかにするっていうところですね。落ち着くとかそういう感じね、使います。はい、次、戸惑う、漢字で書くとこの漢字ですね。どう対処していいか分からずに迷うっていう時に使います、戸惑う。はい、次、決まりが悪い、ね、99ページの9行目、困惑したとか恥ずかしいっていう時に使いますね、決まりが悪い。はい、次、繊細、ね、男の子のね、ところで繊細ではないみたいなね、使い方では使ってますけど、感情などが細かい、デリケートっていう、だからデリケートじゃないよっていうところですね。気を使わないよとか。はい、次、馴染む、漢字で書くとこの字です、馴染む、ね、慣れて違和感を持たなくなる、ね、101ページの10行目、102ページの9行目、にじむっていう、漢字で書くとね、さんずいにむむむみたいな形で、ね、この人参の人みたいなね、ところの、字になりますけど、はい、液体がうっすらと出てくるっていう意味になりますね。涙のお話になってましたね。はい、瞬く、ね、瞬間移動の瞬ですね。P103 の、12行目、灯火や星が消えそうになってチラチラする、こうチカチカみたいな感じですね。はい、を瞬くっていうんですね。次、首をかしげる、103ページの4行目、疑問に思うとか納得いかないっていう時にね、首をかしげる、こうね、こうやってなんでだろうなみたいなね、首をかしげることはあると思いますが、その時にね、首をかしげるって使います。で、関連のね、ところで首を縦に振るとか、納得してる様子とかね、そういう感じで関連のね、言葉が出てますけど、文章中にはこれが出てますので、ここさえ押さえとけばいいのかなと思います。じゃあ、これをね、踏まえた上で文章のあらすじを確認して、その後にね、場面を4つにね大きく分けていきますので、その4つのポイントと場面の移り変わり、どういった場面が移ったか、心情の移り変わりはどんな感じかっていうのをまとめていきますので、是非そういったところをね理解しながら読んでいただければと思います。じゃあまずあらすじからいきましょう。はい、それではですねあらすじの方を確認していきましょう。まず最初のところに関しては公園の銀木犀、はいね、銀木犀とは常緑樹で一年中緑の葉っぱが茂っている、ね木になります。でそこの木に関してどういった場所なのかっていうところが最初の方に書いてありますね。木の下には私と夏美の秘密の場所があるんだよと。はい、でこの銀木犀からね、落ちる白い星形の花がねいっぱいになってしまって、まあここから抜け出せないねみたいなことを言いながらね笑い合っていたっていう場所になります。はいね、この場所があることで夏美さんと私のね、親友というか友達関係が太いものだよということをなんか表してる感じがしますよね。はい、でそこから場所が変わりまして、はい、まあ1年後になったのかな、はい、友人たちとの関係のお話になってきます。はい、ちょっとしたすれ違いから最近は疎遠になっていたっていうところになるんですけど、誰とって言われたらこれ夏美さんとですね。はいね、まあ最初のうちは一緒に帰っていたと、一緒に帰ってたんだけど、ね、少しのすれ違いとかあることがずっとね続いてて、でそのうち一緒に帰らなくなったというところになります。はい、で思い切ってね去年の秋の銀木犀ね2人の秘密の場所の銀木犀を頼りに、ね、これを話をすれば戻ってきてくれるんじゃないかって思うじゃないですか、ね、歩み寄ろうとするが素通りされてしまうんですよ、ね、まあ友達が来たからかもしれないんですけど、夏美さんにね違う人も声をかけてしまって、ね素通りされてしまうと。はいね、その瞬間がすごく長い時間に感じて、はい、でその時にその姿を見ていた戸部君、はい、でただそんなねなんか辛い状況を見られてしまったっていう私は恥ずかしさとかいろんなものがこみ上げてね、友達があたかもいるように窓から下を見下ろしたりするんですけど、友達はいないと。夏美さんしか友達と呼べる人がいないんだよということをそこでね、書かれてるところになります。でその後戸部くんね、まあ、サッカーボールの、ね、磨きをしてる戸部くんを見てて、なんか自分の考えてることがちっぽけなんじゃないかって私は思ってきて、で戸部くんがねその後おい!」声をかけてくるんですよ。声をかけてきて、まあ話をするんですけど、何の話をするかというとこの話じゃないんですよ。別に夏美さんとの話じゃなくて塾の宿題の話をするんですよね、うん、はい。そこがまあ本当はもしかしたら気を使ってるのかなっていうね、文章の中にはね、この戸部くん繊細さのかけらもない戸部くんたちって書いてあるんだけど、この戸部くんね、まあ私のことが好きなのかわかんないですけど、ね、はいね、声をかけて、ね、和ませていく様子がうかがえるんですよね、うん、すごく優しさ感じる戸部くんですね。はい、でそれで私はふとね今の現状というか、はい、まあ自分を我を取り戻すみたいなところになってきます。はい、でその後まあ涙をにじましたですけど、それはね笑いすぎたからかって言ってるんだけど、そこにはね、この夏美さんとの関係の悲しさもある涙なんだよっていうのを「多分」っていう言葉でね出してるんですよ。すごくこのなんていうんですか、文章すごいですね。多分っていう言葉で悲しいんだよ、でも笑いもあるんだよ、ありがとうっていう意味もあるんだよってね、すごいですね。その多分っていう一言でね、そういった気持ちが伺えると。次、銀木犀のある公園に立ち寄る、はい、その場面になってきます。はい、銀木犀のある公園っていうのは一番最初からあるように、私と夏美さんとの秘密の場所、はい、でそこに行くとね、まあおばちゃんが、掃除のおばちゃんが掃除をしてるんですよ。はい、でも常緑樹っていうんで一年中緑の葉っぱ茂ってるから、葉っぱ落ちないように感じるじゃないですか。落ちるんですよ。どんどん古い葉っぱを落として代わりに新しい葉っぱを生やすことを聞くんですね、おばさんから。あ、常に緑色の葉っぱ生やしてるけど、ね、ずっとその葉っぱが生えてるわけじゃなくて、新しいものは新しいものにね生まれ変わってるんだっていうことを聞いてね、ポケットの中に入っていた去年のね、銀木犀の花びら、はい、ここすごく心情入ってます。小さく縮んでもうすっかり色あせていた、はい、夏美さんとの関係をここでね色あせるっていう言葉でね、銀木犀とつなげてるんですよね。はいね、そうですよね、関係も色あせてますもんね、これね。でも小さく縮んでいる、関係性も縮んでますもんね。はい、シュンとね、銀木犀っていうものを使って気持ちも伝えながらで、ここに今ね銀木犀の様子も書かれているというところ。はい、でその後、星形の花を土の上にパラパラ落とし、はい、要するにこの古いね花びらを土の上にパラパラ落とし、はい、先ほど言ってましたよね、どんどん古い葉っぱを落としって書いてあるじゃないですか。はい、ってことはこれ古い葉っぱを落として気持ちを新たに銀木犀の木の下をくぐって出たと。はい、前を向いていこうっていう、まあ夏美さんと来るかもしれないけど、また違う誰かとも来るかもしれない、だから気持ちを新たにね前を向いていこうって決意をした瞬間ですね。うん、その決意がここに現れてるんですよ、この一文でね。はい、すごいですよね。うん、っていうお話になってきます。なのでここの心情の移り変わり、場面の移り変わり、しっかり確認していけば点数ね、定期テスト対策としても、ちゃんと点数が取れるところになりますので、ぜひ、確認してね、理解して、テストに臨んでいきましょう。それでは、場面の移り変わりと心情の移り変わり見ていきましょう。はい、それではですね、場面ごとの大事なところをですね押さえていきましょう。はい、じゃあまず第一場面ね、はい、場所、銀木犀のある公園、はい、いつか、ね、去年の秋ですね。はい、これが書かれているのが P96 の1行目から5行目まで、まあ最初ですね、いわゆるね。はい、去年の秋って書いてありますよね。で、様子、まあ夏美さんとの楽しい思い出とか、お互い親友だと思っているっていうところになりますね。ただまあこの辺はまあ問題になることは方法ないかもしれないんですけど、まあ、どういった場所ですかって言われた時に、ね、まあ秘密基地とか、ね、そんなところでね、書かれるように、なればいいのかなと思いますけど、うん、まあほぼほぼこの辺は問題になることはないかなと思います。はい、で次、96ページの6行目から場所がガラッと変わり、学校の教室ですね。はい、で、教室と廊下で一応分かれてますけど、まあ、ここは一括りでね、まあ同じ心情というか、まあ、心情の移り変わりはあるものの、学校という場所はね、変わらないので、まあ、ここ、ね、教室と廊下で場所は変わるけど一緒と、ね、2つ目の場面ですね。96の6行目から99ページの14行目までになります。はい、じゃあどういった場面かっていうと、戸部君がぶつかってきたと、ね、押されて、はい、まあ、それで塾の宿題を聞くんですよ。はい、でただね、隣のクラスの授業が終わり、戸部君を押しのけて廊下に行ってしまうっていう場面になります。はい、で、この戸部君との関係性を、まあ、ここで書かれてます。いつもサッカー部とじゃれ合ってる、小学校の頃と変わらないっていうところですね。はい、なぜいつも絡んでくるか分かってない様子、まあこれ好きなのかどうなのかは分かんないですけどね、塾とかも一緒でとか、うんね、いつも絡んできてとか。はい、でももうそんなことは気にしてられない、夏美さんと仲直りしたいんですよ。はい、戸部君と関わる暇はないというところですね。まあこういったところをちゃんと抑えられるかどうかっていうところになります。次、場所廊下になりまして、場面が、夏美さんに声をかけて一瞬戸惑った顔をして顔を背けていってしまう。はい、この瞬間駒送りのようにね、まあ時間が流れるのが遅く感じたと。でそれを戸部君に見入られ、決まりが悪い、まあ恥ずかしいってことですね。で友達を探すふりをして窓を開けてね、こう下を見る様子。はい、でその様子のところなんですけど、まず銀木製のね入った、ビニール袋をお守りみたいに持っているって書いてあるじゃないですか。お守りみたいに持っている。はい、ってことはお守りなんで、はい、以前のようになりたい、祈っているっていう要素をお守りみたいにっていう言葉でね表現してるんですよ。はい、でただ、以前に なりたい、以前のようになりたいって思ってるんだけど、そっとなでたって書いてあるんです。そっとってことは心細さを表している心情になります。はい、で次、その伝わ私は自分の心臓がどこにあるのかがはっきり分かった。P98 の16行目かな、ドキドキ鳴る胸をなだめるように一つ息を吸って吐くとって書いてあるじゃないですか。はいね、まあだからどこにあるのかわからないぐらいっていうことですね。ドキドキしてるんですよ、うん、でただその後私が声をかけたのとっていうところの P99 のね3行目ぐらいからね、ちょこちょこっといって、ね5行目か。はい、そして目の前を通り過ぎていってしまった音のないコマ送りの映像を見ているように変に長く感じられたと。はい、夏美さん、夏美って多分言ったんでしょうね。でもこうねもう無視して行かれてしまったと。はい、でその反応を見て、はい、信じられずショックと絶望を感じる。これこんなこと書いてあるかって思うじゃないですか。はい、それが分かるところがその後ですね、創造主さがやっと右に戻った時、教室の中の戸部君がこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている。はい、ここから続くんですよ。きっとひどい顔をしている。唇が震えているし目の縁が熱いね。ここまず押さえてくださいよ。で決まりが悪くて弾かれたようにその場を離れると窓に駆け寄って下を覗いた。裏門にもコンクリートの通路にも人の姿はない。人の姿はない、これ寂しさを表してるんですね。はい、どこも、強い日差しのせいで色が飛んでしまったみたい、ね、もう何も真っ白になってしまっている。頭が何も感じられなくなっている様子を表している。でその後さらにねまあ、自分を追い込むかのように書かれているところが、貧血を起こした時に見える、白々とした、ね、光景によく似ている。貧血の時みたいに白々、もう本当に頭が真っ白だよっていうことをね、はい、ショックと絶望さを表しているヒントの言葉になりますので、そこの部分をしっかり抜け出せるかどうかですね。はい、しっかりこの行ね、押さえておきましょう。じゃあ次、場面3と4確認していきます。はい、それではですね、テスト対策やっていきたいと思います。まず1番ですね、97ページの14行目、私は戸辺君を押しのけるようにして立ち上がると廊下に向かったっていうところですね。なぜそのような対応をしたのか。はい、ここが書かれているのは次の行ですね、15行目。戸辺君に関わり合ってる暇はない。今日こそは仲直りをすると決めてきたのだ。ね、ここを抜き出して自分の言葉でね、整理して書くと大丈夫です。なので整理をするとね、今日こそは仲直りをすると、決めて決意したので、戸辺君に関わり合ってる暇はないからっていうところをね、書いていただければ大丈夫かなと思います。はい、続いて 2番ですね、98ページの1行目から3行目、夏美とは中学に上がってもずっと親友でいようと約束していたから、ね、別々に帰るようになってしまったっていうところ、なぜこの別々に帰るようになってしまったのかというところなんですけど、私はなぜ、ね、こうなるようになったかって考えているかどうかっていうところですね。そこが書かれているところに関しては、ね、その次、もうそのすぐ後にありますね、お互いに意地を張っていたのかもしれない、ここを抜き出せばいいですね。はい、はい、次3番98ページの10、5行目ですね。これポケットの上からそっと撫でた、どのような気持ちからこのそっと撫でたのかっていうところですね。はい、で、お守りみたいに小さなビニール袋をポケットの上からそっと撫でたっていうところを考えると、仲直りをしたいという、気持ちを、まあ表してるんですけど、そっと撫でたっていうところでね。はい、で「お守りみたいに」って書いてあるじゃないですか。なので、仲直りしたいと祈る気持ちっていうところを書いていただければいいのかなと思います。はい、次99ページの5行目、はいね、音のないコマ送りの映像を見ているように変に長く感じられた。はい、この時の私はどのような心情だったかというところですね。はい、まあここを、表しているヒントが書かれているところを抜き出していくと、私はきっとひどい顔をしている、唇が震えているし目の縁が熱い、ね、で最後に、どこも強い日差しのせいで色が飛んでしまったみたい、貧血を起こした時に、見える白々とした、ね光景によく似ている。はい、まあ、いわゆる倒れそうというか、ね、ショック、ね、絶望、そんなような言葉をね書いていただければいいのかなと思います。はい、次5番99ページの9行目、窓に駆け寄って下を覗いた。はい、ね、悲しんで絶望しているのに窓に駆け寄って下を覗いた、これなぜこんな行動をしたんですかっていうところなんですよ、私はね。はい、はい、これが書かれているところに関してはね、7行目かな、99ページの7行目、創造主さがやっと耳に戻った時、教室の中の戸辺君がこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている、唇が震えているし目の縁が熱い、決まりが悪くて弾かれたようにその場を離れる、ね、要するに恥ずかしい、まあ、決まりが悪いっていうところなんですよ、ねこの、ね、夏美さんのに、まあ声をかけて無視をされた、ね、時の、ところを見られてしまって決まりが悪いみたいなことをね書いてあれば丸になるかなと思います。はい、夏美さんとのことを戸辺君に見られたと思い決まりが悪かったからですね。はい、次6番4ね、この音のないコマ送りの映像の時の心情が情景描写に反映されて表現されているところの初めの5字を書けという問題。はい、ここは情景描写なので、ね、情景が書かれていることと考えると、ね、どこも強い日差しのせいで色が飛んでしまったみたい、ね、貧血を起こした時に見える白々とした光景によく似ている、ね、っていう情景で、気持ちを表しているところっていうのを情景描写って言いますので、ね、このところを抜き出せばいい。で、一番最初って言ったらどこも強いですね。はい、次7番、101ページの5行目。やっと顔の輪郭が戻ってきたような気がしたとは、どういったことなのかと。はい、まあこれはふと、まあ、自分に戻れたみたいな感じですね。なので「我に返った」って書いとけばいいのかなと思います。まあここに来るまではどことなくもう何が起こってもなんか生きてる心地がしなかったけど、ようやく自分がね取り戻せたっていうことをこの言い方でね、表してるのかなと思います。やっと顔の輪郭が戻って輪郭がないってことはなんか死んでるよっていうことじゃないですか。だから人間、まあ自分の元に戻ったっていうことをね表している様子になります。はい、じゃあ、続き8番からねまたやっていきましょうか。8番やっていきますね。102ページの13行目、こことはどこか。はい、ここっていうのは公園のね、銀木犀の木の下のことを言ってますね。はい、なので公園の銀木犀の木の下と書いていただければいいのかなと。はい、じゃあ8の場所は夏美と私にとってどんな場所かっていうところですね。はい、2人だけの秘密基地 P102 ページの14行目の一番上に書いてありますね。2人だけの秘密基地。はい、はい、次10番103ページの14行目。花びらは小さく縮んでもう色がすっかり褪せているはどのようなことを表しているかというところですね。夏美と私が親しい関係ではなくなったことですね。はい、じゃあ最後11番103ページの16行目ね。星形の花を土の上にパラパラと落とした、この時の私はどのような心情か。はい、夏美との関係をね仲直りすることを諦めて、ね、次に進もうとする、まあ、気持ちというかね、そんなようなことを書いてあればいいのかなと。前に進む気持ちとかね、はい、一歩踏み出す気持ちとか、そんな感じで前を向いているっていうことをね書かれていればいいのかなと思います。はい、ね、夏美とのことを諦めて新しい一歩を踏み出そうとしているというところです。はい、まあこんなような内容を、押さえとけばある程度はもう大丈夫かなと思いますので、是非ですね参考に使ってテスト対策等でね、是非確認をしてください。それではまたね、違う国語のところもやってきますので、ぜひそちらもご活用ください。それでは失礼いたします。